はいどうもこんにちは、細キリン和子です。今回はですね、誠さんが一旦活動を休止してメグイン TV に加入し、メグイン TV さんの年内100万人登録達成を目指すということでですね、今回僕はですね、数学的アナグラムによってメグイン TV が年内に100万人登録いくかどうかというのを予知していきたいと思います。はいはい。で、こちら、誠さんとメグイン TV さんのお名前を書き出したんですけど、今回はですね、この日本語の部分において、50音順で一体何番目の数字になるのか、具体的には、あだと1、いだと2というふうに、各文字を50音順に直すと何番目の数字になるのかというのを、一つずつ書き出していきます。で、それぞれ誠さんの数字、メグインさんの数字が出たんですが、こちらをですね、合計していきたいと思います。81ですね。はい。で、こちらメグインさんの方が98になります。はい。で、今度はメグインさんの数字から誠さんの数字を引いていきます。はい。そうすると98-81は17という数字が出てきます。はい。ということで、17という数字が出てきたんですが、まあ正直意味わからないと思います。まあ、皆さんもしかしたら見落としてるかもしれないんですが、まだ拾ってない文字。はい。こちらですね。実はですね、この TB というアルファベットをプラティノイタリックというフォントに置き換えたところ、はい、こういった表記になります。で、これなんですけど、日本人の僕らからすると、これプラス2って見えませんか？ということで、まあこちらの2つを組み合わせていきます。そうすると、17足す2は19。はい。つまり、メグイン TV は年内に100万人登録いく